おはようございます。喉が渇きますね。マスクしてると潤うはずなんですけど、なんか喉渇くんですね。汗かきますもんね、この辺にね。皆さんも暑さ対策しながら聞いてください。はい、うちわを使うなり、充電式の扇風機を使うなり、こう暑さの感覚はまたね、人によって違いますから、はい、今ちょうどいいと思ってる人もいれば、暑いと思ってる人もいれば、寒いと思っている人もおられると思いますから、どうぞそれぞれに、心地よいところで、お聞きいただければと思いますけれども、さて、今日もですね、シリーズ福音の力ということで、ルカによる福音書からお話をしてまいりたいと思います。今日は弟子の心構えというテーマでありますけれども、聖書の箇所はルカによる福音書の17章の1節から10節までのところであります。17章の1節から10節までお読みいたします。イエスは弟子たちに言われた。つまずきは避けられない。だがそれをもたらすものは不幸である。そのようなものはこれらの小さいものの一人をつまずかせるよりも首に引き臼をかけられて海に投げ込まれてしまう方がましである。あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい。弟子たちが私どもの信仰を増してくださいと言った時、主は言われた。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。あなた方のうち誰かに畑を耕すか羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきた時、すぐ来て食事の席に着きなさいというものがいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め私が食事を済ますまで給仕してくれ、お前はその後で食事をしなさいと言うではなかろうか。命じられたことを果たしたからといって主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべですと、しもべですしなければならないことをしただけですと言いなさい。以上でありますけれども、先週はラザラと金持ちの例え話、その前は不正な管理人の例え話というですね、お金にまつわる例え話が続いて、この17章の冒頭のところは全くちょっとテーマが違ってですね、弟子たちに対する心構えというか、弟子たちに対する教えというものが、小さな教えがギュッとこうまとまっているところなんですね。で、ところどころ皆さんも多分お聞きになったことあるところだと思うんですけれども、大きくここには4つのことについてのイエス様の弟子たちに対する教えが記されています。最初はつまずきについて、そして許すことについて、それから信仰について、で最終的に使えることについてというですね、おそらくイエス様さまざまな場面で語られたことでしょうけれども、ルカがこの福音書に、ここにこうギュッとね4つのこの小さなお話をまとめているなという感じがします。で、この4つについて今日お話をしたいと思うんですけれども、まず最初はつまずきについてというですね、つまずきは避けられないという、これ聖書のお話の中でもイエス様の話の中でも読みたくないものの一つですよね。これね、ゾッとする話ですから、引き臼を首にかけられて海に沈められた方がマシだって話ですからね。
まあ、そもそもつまずきという言葉ですけれども、まあ、わざわざ説明するほどのことでもないんですけども、これギリシャ語ではですね、スキャンドロンというですね、スキャンダルという言葉の語源です、ね、ちょっと面白いですね、で、もともとはこれは罠につける餌のことだそうです。だから誘惑っていうような意味合いがあるんですね。だからこうつまずかせるっていうのは、つまり誰かを誘惑して、道を外させるということで、ちょうどエデンの園で蛇がね、エヴァを誘惑したじゃないですか。で、結局そのことでエヴァ、さらにはアダムをつまずかせたわけですよね。神様の戒めを破らせたわけですから、まあ、そういう意味でこのつまずきっていう、つまずかせるものっていう言葉の中には、まあ、あえて誘惑をして罪にいざなっていくというような意味が本来はあるということですね。なんかこう気がつかない一言で誰かがつまずいてしまったというようなことではないです。よりなんかこう悪辣な感じの意味がここにありますから、だからちょっとした一言で私はあの人をつまずかせてしまった、もう首に薄つけられて太田川に放り込まれるんだとか、そういうふうに考える必要はないと思います。そうじゃないとみんなここにいないですからね。みんな瀬戸内海沈まってなきゃいけませんので、まあこうして生きているのはそういうような意味で、まあ、だからその語源の話っていうのは、そういう意味ではちょっとこう助けになることだと思いますけれども、で、まあ、イエス様はつまずきは避けられないとおっしゃいました。で、そもそもこのつまずきの話っていうのは、こうイエス様の時代の話としては、それこそファリサイ派とか律法学者とかね、そういう人たちのことが念頭にあるんじゃないかと思います。まあ、彼らがその一般のユダヤ人たちをつまずかせてしまっている、彼らを間違った方向に導いてしまっているというようなことで、言っておられるんじゃないかと思いますけれども、まあ、でもつまずきを完全になくすということは難しいよねと、まあ、これはこの罪のようですからね、エデンの園から始まってるわけですから、サタンはさまざまな方法で私たちを誘惑しておりますし、また人間は人間同士をつまずかせてしまっているということは、もう仕方のないことだ。ただまあそれをもたらすものは不幸だとおっしゃってますね。残念だという意味でしょう。そういうことがあってはならないと。そして、もし誰かをつまずかせるあなた方、そのようなものはこれらの小さいものの一人をつまずかせるよりも、これらの小さいものの一人をつまずかせるよりも首に引き薄をかけられて海に投げ込まれてしまう方がマシであるって書いてあるんですね。だからわざわざ誰かをつまずかせる、誘惑してつまずかせるようなことをする人間は、この世におってもらっちゃ困るという意味ですよね。で、引き薄っていうのはこれですからね。これが引き薄、現物です。はいはい。で、隣の絵は誰かが想像して引き薄を首にかけられて海に沈んでるっていう絵を、シュールな絵描いてますよね。で、なんかサメが狙ってるっていう、ちょっと見えにくいですけども、まあ、こういう状態を、まあ、だからこれは言ってみれば、まあ、非常に極端なね、比喩ですよね。だからこれは罰として、その誰かをつまずかせたら罰として首に嘘をかけられて海に沈められるという意味ではありません。もしそういうことをするぐらいなら首に嘘を引き嘘をかけられて海に沈んだ方がマシだと、要するに、海の底から出てきてもらう方がいいという意味ですよね。そういう人はこの世に存在しない方がいいんだよと。だ、それぐらいイエス様はこの誰かをつまずかせることにはとても残念な思いを持っておられますよという意味ですから、安心してください。そうじゃないと本当に怖くて、何も言えないし誰とも関われないというようなことにはなると思いますから。ただね、まあ、だからといって、罪に引き入れるようなことはもちろんあっちゃいけないとっていうことを、まあ、ここでおっしゃっているわけですね。で、2番目の話は許しについての話ですけれども、もし兄弟が罪を犯したら、戒めなさいと。まず最初に兄弟が罪を犯したら戒めなさいって書いてあるんですね。
これははっきり言えということですから、相手にきちっとそれを誠実に言いなさいと、ああもうあんなことされてもうあの人とは関わるのやめようとかっていうことではなくて、もし罪を犯されたというか、明らかに相手が悪いんだということであれば、ちゃんとそのことを相手に伝えなさいと。だからもし兄弟が罪を犯したら戒めなさいと、マタイによる福音書はもうちょっとこの辺詳しい話が書いてあってですね、責めるときには2人で責めなさいとかっていうのが書いてあるんですけれども、まあ、いずれにしても神の家族として、お互いに誠実に向き合うべきだという意味があると思います。でもし悔い改めたら許してやれと、悪うございましたとごめんなさいと言うんだったら許してやりなさい。まあこれは当然このキリスト教のね教えの根幹ですから、許すというのは、イエスキリストは私たちの罪のために死んでくださって、神様は私たちの罪を許してくださったんだから、あなた方は当然誰かを許すべきだと、まあ、言葉のような簡単なことですけれども、しかし、まあ、実際にね人を許すほどおそらく難しいこともないとは思いますが、なかなか許せない、時間が経ってもどうしても許せない人というのが、一人や二人いるかもしれません、あるいは自分に気づかないけれども誰かを深く傷つけてしまって、許せない思いを作っているかもしれないですね。まあでもイエス様は、許してやれと、そして一日に7回罪を犯しても、まあ、これも極端な話ですね。さっきの嘘の話もそうなんですけれども、まあ、極端な比喩ですね。これは7回罪を犯しても7回ごめんなさいと言うんだったら許してやりなさい。ほっとしますね僕なんか、まあ、少々大丈夫だなと思って、許されるんだなと思ってね、まあ、これも神様はおそらく何回でも許してくださるということが背景にあるわけで、まあ、マタイによる福音書にはね7回どころか7の70倍までも許しなさいとおっしゃっているわけで、まあ、7っていうのは聖書の言うところの完全数ですね。だから7回ということよりもこれはもう何度でもという意味ですね。だから7の70倍490ですから491回目はアウトかっていうと、もちろんそういうことではないということですね。人を許すということにおいてリミットはありませんということですね。もう許せないと、もう何度言ってもあの人はダメだからもうアウトだっていう気持ちになった時に思い出す言葉です。これは、はい、何回でも許してやれという。そしてその次は信仰の話ですね。これも有名な話ですけれども、使徒たちが私どもの信仰を増してくださいとイエス様に言うんですね。私どもの信仰を増してください。でこの、まあ、この後からし種の話が出てくるんですけども、この話を理解するためにはなぜ弟子たちがイエス様に信仰を増してくれって頼んだかっていうことを理解しなきゃいけません。皆さん、なんで弟子たちはイエス様に信仰を増してくださいって頼んだんだと思いますか。何のために。おそらくはイエス様みたいな奇跡がやりたいなとか、お腹空いた時には2匹のパンと5つの魚で100人前ぐらいになるようになりたいなとか、あるいは病気が治りたいなとか。おそらくですけれども、この弟子たちのリクエストっていうのはイエス様のように自分も奇跡を行いたいという、そういうなんかこう下心がねあったんじゃないかと思うんですよ。そうじゃないと信仰を増してくださいって、神様のために私は信仰をもっともっと強くなりたいんですというような、なんかそういうニュアンスじゃなかったと思うんですね。だからイエス様がほほお前ら信仰を増してほしいんかと、もしからし種一粒ほどの信仰があればこの桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くよっていう。もし、まあ、ここにからし種の写真があるんですけどね、まあ、実際にはこの聖書の時代のからし種がどんな木であったかということは厳密にわからないんですけど、
まあ多分小さい種もだのいかなる種よりも小さな種ということで、これはどういうことでしょうかね。小さくても信仰があれば、本当の信仰があったらどんなことでもできるんだよっていう意味ですよ、これはね。サイズじゃないと信仰は、あの人の信仰は大きくて立派だけど私の信仰は小さくて華奢だとかっていうことではないと。だからもし信仰があれば不可能なことは一切ないんだとおっしゃった。そしてこれはですね、さっきも言いましたけど、弟子たちは自分の利益のために信仰を使おうと思ってるんですね。だから警告として言われてるわけです。イエス様はさまざまな奇跡を行われましたけれども、ただの一度も自分のために行われたことはありません。自分のためには一切奇跡は行われなかった。十字架の上から降りることもできたでしょうけれども、それはなさらなかった。誰かのためにはイエス様は父なる神への信仰によってさまざまな奇跡をなさった、癒しをなさったり、それこそ一つのパンと二匹の魚でみんなお腹いっぱいにしたりされた。でもそれはイエス様に純粋な信仰があったからですね。誰かのために、神様の力をここに働かせていただきたいというこの純粋な信仰があったから、そこに神の力が働いた。でも弟子たちは打算的なわけですね。もうちょっと信仰が立派な信仰があったら宝くじ当たるかもしれん、もうちょっと立派な信仰があったらこの私の病気はすぐ治るかもしれん、多分そんなこと思ってたんでしょう。だから、まあ、結局ね、これそんなことを考えている時点でもう信仰がないということなんですよ、ね、信仰を増してくれって願っていること 自体がお前ら間違っとるよっていう意味なんです、これは。だから、ああ、なんでお祈りしてもいくらお祈りしてもこの木が移らんかなと思って、私に信仰がないかなとか、そんなことを思う人は全くないです、ね、本当に必要で本当に私たちが純粋に神様を信じて、祈ったならば、いかなることも実は起こるんだよってイエス様はおっしゃってる。でもそれは自分のためじゃない、あるいは自分が何か特別な力を持つためでもない。信仰とはこういうものだと。だからからし種でもほどでもあったら、一粒でもあったら十分なんだよっておっしゃってるわけですね。お前らにはもう一つそれすらないと、信仰を増してくれとか言うかっていう、ね、そんなこと言うからお前らダメなんだと、まあそういうこう柄の悪い言葉遣いではなくて、からし種一粒ほどの信仰があったらこの桑の木に抜け出して海に入れって言ったら入るよって、入らんだろ、それはあなたたちの信仰がないからだと。っていうか、そもそもこういうことを私に聞くということ自体もう信仰のしの字が分かっとらんという意味で言われているわけです、はい、だからここの言葉を誤解すると、いくら祈っても祈りが聞かれんな、私にはからし種一つほどの信仰もないのかなって思う必要はないですね。そういうことではありません。そして最後にこのちょっと最後のは、まあ、例え話みたいな感じで少し長いんですけれども、しもべが主人のしもべが、外で、畑を耕すとか羊を飼う、そのしもべがいて、使用人ですよね、まあ、彼がこのその仕事をして帰ってきたと、ね、で帰ってきた時に、そのしもべに、食事の帰ってきたからすぐに来て食事の席に着きなさいと主人は言わないと。でただこの話、僕らのこの今の時代で考えるとなんかえらい使用人に厳しい主人だなっていう感じがしますよね、いいじゃないか、その疲れてるんだから一緒に食事してやればいいかなと思うんですけども、まあ当時は、そういうことは決してないわけですね。ちゃんとした秩序というものがあって、使用人は外で働いて、一日働いたとしても、もし主人の食事をして作って、そしてその後で食事をするというのが、それがまあ、
常識であったと。だから食事の用意をしてくれと、腰に帯を締め私が食事を済ますまで給仕してくれ、お前はその後で食事をしなさいというのが、まあ、それは普通ですよと。別に暴君であるわけでもないし、パワハラしているわけでもないと、まあ、当時であれば当然のことですね。だから、そのことで命じられたことを果たしたからといって主人は彼に感謝するだろうかと。まあ感謝してもいいんだけれども、それはもう使用人として当然のことだから、まあ、さらに言うとおそらくそのことで給料払ってるんだから、いちいちそのことで感謝なんかしないと。で、自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです、しなければならないことをしただけですと言いなさいと。それがかっこいいしもべですよと言われたことをやっただけですから。でこの話の背景にはですね、やったことをやった、言われたことをやっただけでも感謝してほしい、感謝されたいとか、ね、自分がどれだけ頑張ってるのか分かってほしいとか、そういう思いをあなたたちは持つだろうと。でもそれは浅ましい根性だよと。やるべきことをやったんだったら、別に感謝される必要もないし、むしろ私はやるべきことをやった、ただそれだけの取るに足りないしもべですと、そう言って、へりくだって主人に仕えなさいと、そういう意味でおっしゃってるわけですね。でこの4つの話は、つまずきの話、許しの話、信仰の話、そして奉仕の話、全然脈絡のない感じがするんですけど、僕も最初読んだ時この話どうしようかなと思って、こうバラバラにしてお話しようかなとかと思ったんですけども、こう何でも読んでるうちにですね、あ、この4つには何となく共通点があるなということに気づいたんですね。それはこの、まあ、つまずきの話はね、弟子たちはまあ怒ってもしょうがないなと思っていたかもしれない。で確かに怒るのは仕方がないとイエス様もおっしゃった。でもイエス様はいやいや、つまずきを私は根絶したいと思ってるんだと。それぐらいイエス様の気持ちとしてはつまずきを嫌悪しているし、そういう人はこの地上に出てきてほしくないぐらいの思いなんだよと、こう弟子たちとイエス様の考え方にそれだけこう開きがあったということですね。また許しの話も、弟子たちはいや私を傷つけるようなやつは許せないと思ってたかもしれないけれども、イエス様はいやいや許してやれと、しかも悔い改めるんだったら何回でも許してやれと、そういう、弟子たちの思いよりもはるかにこの高い思いを持って許しについて教えられている。また信仰については、弟子たちは信仰が強くなれば奇跡が起こせるんだとそう思っていたわけですけれども、イエス様はいやそんなことを考えている時点でもはや信仰がないと、信仰ということをあなたたちは誤解している。また最後の、まあ、使えるというか奉仕をすると誰かに使えるということについて、弟子たちはいやいや頑張ってるんだから認めてほしいとか感謝されたいとかそう思ってるだろう。でもイエス様は、ね、感謝されることをそもそも求めるんじゃないと、そんなのかっこ悪い話だと。つまりこの弟子たちの認識とイエス様の認識にこれだけ差がありますよと。でイエス様は私の弟子であるならば、ね、そもそもこういう、まあ、あなたたちが本来持っているような考えているような、そういう小さな浅ましい低次元のことで、あなたたちがとどまっていてほしくないと、イエス様はより高いより、優れたこの思いを持ってほしい、そういうことをまあ、4つの異なるトピックですけれども用いてお話になっていると。だから、まあ、これを一つにまとめるとですね、まあ、弟子の心得、イエス様の弟子の心得としては、現状で満足しちゃいけないよと。今あなたが思っていることは当然だと思っちゃいけない、より高みを目指さなきゃいけない、いやもうそれが当たり前だと我々はすぐに思ってしまうけれども、イエス様の弟子であるということはそこでとどまることがないんですね。
必ずさらにその上がある、さらにその高みがあると、それがイエス様の弟子であることの幸いだと思うんですね、うん、イエス様を信じてこの、まあ、私たちは信仰によって救われてですね、まあ、ある意味信仰を持って救われたということにおいてはもう永遠の主が与えられているわけですから、頭のとなれ山となれで、何やったっていいんですけども、でもイエス様の弟子としていただいている以上はですね、この死であるイエス様の姿に習ってより高みを目指していかなきゃいけない、多分そういうことをですね、この4つのストーリーは教えてくれているんじゃないかと思うんです。より誰かをつまずかせないように自らを律しなきゃいけないし、またより許しを許すことができるその愛の心を主にいただいて、これまで許せなかった人を許さなければならないし、何度でも許さなければならないし、また私たちの信仰がより純粋で打算的ではない、本当に主のため人のためにあるべき本来の信仰の姿でなければならないし、そして神に仕え人に仕えていくときには、感謝されたい、認められたい、よく思われたい、報いられたいなんてつまらないことを考えるなと。どんだけ頑張ってどんだけ苦労しても、いやいや私はただのしもべでありますと、ね、そう言ってみろと言われてるわけですね、それがイエス・キリストの弟子であることの心構えであるし、イエス・キリストの弟子であることの醍醐味であると。なぜならば死であるイエス様はそういう私たちを見ておられるからですね。私たちはこの周りの人たちの評価を期待する必要は全くないし、この親方がどれだけ報いてくれるかなのことを考える必要はありません。死であるイエス様は一人一人を見ておられて、こういうとこ見てるということです。あんたたちの私はここを見てるよと、その動機を見てるし、ね、目的を見てるし、より高みを求めているその姿を私はちゃんと見てるよっていうふうにここでおっしゃってるんだと思います。まあ、我らが死イエス様ですね、フィリピ書にあるようにキリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたと、このようにありますけれども、まあ、ここにね、このイエス様ご自身も神のあり方を捨て、さらに人間になり、そして死を選び、さらに十字架の死を選ばれたというですね、このイエス様の姿、私たちはこれをこの方の弟子としてより、その姿に習っていくものにならなければならないということが、この今日の4つの お話のですね、まあ、まとめじゃないかなと思っているわけです。イエス様が私たちのイエス様のもとに帰った時に私たちはどのように評価されるのだろうかと、まあ、あの時あれでもうあんたいいと思ったでしょって、ね、もう、まあ、こんなもんかなと思ったでしょ、それは違うんだよと、ね、もっともっと高みを目指せるはずだ、それが私の弟子であることの幸いじゃないかと、まあ、そのように言われると思います。お祈りしましょう。天皇お父様、私たちはこの地上の世界に生きておりますので、この世界の標準であるとか、あるいはこの世界の求める人物像とか、そういうものに用いて評価してしまいますけれども、せっかくイエス様の十字架によってあがなわれ弟子とされた以上は、さらに、私たちの主であるイエス様のように私たちの一人一人が成長していくことができますように、つまずきを犯させることがないように
誰かをつまずかせることがないように、より自らに厳しくあらせてください。またもっともっと許しの思いを与えられて、心広く人々を受け入れることができるように、また信仰が本当の意味で純粋に神と人のために用いられる信仰になるように、そしていかなることを通しても私たちはただあなたに言われたことをやったものに過ぎませんと、神と人に仕える姿勢をさらにさらに持つものでありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。